老眼の近眼なんで、実際貼るときってメガネを外してこうやってやるんですけど、見えないでしょ見えないでしょ。だから今日頑張ってこうやってやりますけど、手元が狂うかもしれないんで、狂うとこまで真似しないでくださいね。まずちょっと下を向けて出ることを確認しますね。また綺麗にスムーズに出ますね。スムーズに出たら、これ上に向けていいですか、瞬間接着剤中のやつちょっと出しちゃいます。もったいないですけどね。出しちゃったら溢れないようにギュッと潰しちゃってください。なんでかっていうと、容器が完全に広がった状態で下向けていくと、これ手で持ちますよね、容器と。その中の空気が手の熱で膨張されて、下向けてるだけでボタボタボタっと落ちてくるようになります。すごいやりづらいですよね。なので最初からちょっと癖づけで潰した状態をやっておくといいです。これね、でもタミヤのあのシート入りの安いやつはこの技使えないんで、まあ一応今後使うときあったら覚えててくださいね。こうすると下を向けても勝手に落ちてくることはないです。これ私の培ってきた技ですね。じゃあいきます。容量としてはちょっとだけ広げて、そこに少し流し込みます。そうすると横に毛細管現象でシュッと横に広がりますね。これ広げすぎて中のスポンジまで行くともう最悪です。中のスポンジ硬化したら信じられないぐらい走りません。本当ですよ。かといって表面すぎるとすぐ剥がれちゃいますし、この兼ね合いが難しいんで、ここはね、ビスの締め具合と一緒である程度経験になりますので、まあ、そのあたりもねご了承ください。じゃあやっていきます。ちょっと、まあ、私でもなんかの動画でね、このタイヤ貼るとこもねお見せしたことあると思うんで、そっちを見ていただいた方がより正確に細かくやってる可能性はありますね。入れるとウニウニってやるとね、毛細管現象で横に広がりますね。それを利用してやってあげます。こうシュッとね、シュッと。でこっからはまあ好みになりますけど、私はこっから一周ねこうスーッとちょっと出しながら回してあげます。パシッとね、うん、できました。これ場所を間違えたらダメだ今これアダプター使わないんでちょっと時間かかってますが、私あのアダプター使って、しかもたくさん集中していっぱい貼って手が乗ってくるとね、1個の接着ね、このここまでの過程がまあ測ったんですけど、何秒だったかな、7秒だったかなめっちゃ早く貼れますちょっとこれ使ってみますかこれね、あのちょっとこれ乗ってくるのが大事なんで、最初はねたくさん貼らないと、その速度にはね、暖気運転がちょっとないとね、そこまで速度上がんないんですけど上がってくるとめっちゃ速いです。こんな感じでねでたまにこうやってるうちにね、頭にちょっと瞬間がついたりとかで固まってくるとやりづらくなりますね。あ、これノズルね、ノズルつけてます。これノズルつけないとオンロードのやつの場合すごく難しいんで、ノズルねつけちゃってくださいね。でこれも例えばタミヤさんの10個入りとかで100円とか120円とか、1個10円ぐらいの単価のものになるのが、しかもちょっとコツをつかめば何回も再利用できるので、失敗しないためにもね使った方がいいと思います。これで表完了で、まあ、大体5分から10分経てば、10分もいらないかな、大体乾きますが、お急ぎの場合だとシュッと一吹きするだけで瞬間的に硬化するっていうプライマーというものも世の中には存在します。待ちきれない方はそれを使うといいかもしれないですね。で私は擦れてて待ちきれないんでプライマーを使います。まあこれいろんなのあります。うん、まあラジコン屋さんでも買えますし、ホームセンターにあんのかな、わかんないんですけど、私はラジコン屋でしか買ったことないんで、まあ、こういったものをね、これかからないようにしてくださいね。シュッシュッ、これでいいです。これで OK です。これでなんともう乾きました。すごくない？すごいでしょ。でもこれ
表面が乾いて中はまだ硬化してないんですね。なので裏向けて接着をする分には問題ないけども、すぐに走行はちょっと厳しい、ちょっとやっぱ置かないと厳しいですので覚えておいてくださいね。ちょっとノズルの頭が、このね、なんか浮遊する気発でねノズルの頭やられるときは、これちょっとかかっちゃったな、これやりづらいわ、やりづらいけど、もうやります。ちょっと次直しますね。こういう時はね、ちょっとちぎるように引っ張る。実際ちぎれました。ちぎってもいいと思います。ここでもう一回上向けて出ることを確認しますね。たまにこの潰し作戦もやるといいですよ。ギュッてね。循環接着剤どこのがいいのって気になりません？気になるでしょう。私が出た結論言いましょうかあんま根拠ないけど、経験の中でオンロードにはタミヤのがいいです。うん、これあの本気のやつでもこれがいいって使ってる方もいます。そのトップクラスの人でもね。うん、でオフロードは私これあんま適さないと思ってます。バギーの超柔らかいゴムタイヤとかだと横ものやつがいいです。うん、これ私のこれまでの得た結論ですね。じゃあ使い分けてるのって言うと、使い分けてはいないですその時のうちの在庫帳と今日とか春タイヤの気分でこの下ろす時に下ろしますねもし循環出しすぎて外側にタイヤのトレッド面ですね、タイヤと地面と接する方にもし流れてしまったら、まあ、ちょっとしたやつならね、乾いた後ねカッターとかデザインナイフで横向けてコリコリコリってやると、まあ、ある程度剥がれてくるんですけど、あまりにもひどかったらフロントに持ってってくださいと、まだマシになります。リアだと運転が非常に難しくなりますね。これの保存方法なんですけど、まあ、チャッカマンとかねあるじゃないですか、ああいうもの一個用意しておいてもらって頭を一瞬炙ります。ヒュッと炙ってキュッとつまみます。そうするともう完全密封状態になります。次使う時ですね、これ4回か5回分ぐらいこうやっていけるんで、そうしてもらうと長もしますし、私はもうこのまま保管しますね。で最初このノズル入れる時にね、もう思いっきり命がけで、もう親の敵かってぐらいもう奥まで入れちゃってください。そうすると剥がれにくく密封しやすいですね。乾燥剤ね、よくお菓子とかね入ってるじゃないですかね、あられとかね、新潟のあられとかね入ってるでしょ。新しいやつ入れてあげるといいですし、あとねさらに言うならば、このまま冷蔵庫とかに入れとくとさらに長持ちします。うん、夏場なんか車なんか入れといたらもう1日で死ぬ時がよくありますので注意してください。じゃあね、タイヤの貼り方としては以上なんですけど、もしもっと詳しくっていうことあれば、私のあれ何の動画だろうな、ごめんなさい覚えてないですタイヤ貼ってるのも多分あると思うんです。なかったかな、貼ってもおかしくないですよね、600近く動画あるんでねていうのなかったらごめんなさいということで、タイヤの貼り方としては以上となりますね。ここにね、鋳物とはいえね、あのアルミ製の六角幅入っていることに私は感動しています。これ多分ね外れてくると思うんですよね、剥がれるときね。あと精度もクランプ式と比べるともしかしたらないかもしれないですけど、まあ全然これで十分だと思います。この締め付けなんですけど、取りに行くのは面倒なのでこれでやりますが、覚えとくと得するんですけど、緩むのは大抵左です。静ネジの場合ですね、こ右側にあると締まる方向に行くんですごく緩みにくいですが、左側っていうのは緩みやすいです。なので右側よりも左側をしっかり締めてください。こっちは右側ですけどね。これも今これ多分ねアルミハブなんで大丈夫なんですけど、あんまり締めすぎると良くないです。かといって緩いと剥がれます。まあこのレンチを使う分には結構力の限り言ってもらっていいと思いますよ。うん、力の限りなんて言っちゃっていいかな、個人差あるからね。左側ですね、こっち左側は緩みやすいです。なので結構かなりういっと言っちゃってもらっていいです。でこれが樹脂のハブの場合だったら、締めすぎると駆動が重くなったりハブが潰れたりするんで、ほどほどにしておかないと良くないですね。あとこの付属ではナイロンナットついてます。これで全然いいんですけど、
ナイロンナットの場合、消耗が結構早いですね。この中のナイロンの抵抗が潰れてきたり、すぐに外れるようになっちゃいます。で、オプションとか、セレーションナットっていうギザギザが噛むようなナットが売ってるんですけど、上級者になるとそれを使うことが多いです。それは本当にね、外れにくいんですけど、まあ、弊害みたいなのも二つあって、一つはあんまり締めすぎると外れなくなります。マジで。めっちゃ固く締めるともう本当外れなくなるんで注意してください。あと、力かけやすいので、ギュッと圧力によって止めるんで、あんまり強く締めすぎると、クラッシュの時にこの樹脂パーツを常に圧迫してるもんで、そこを起点にホイールがパリンと取れちゃうことがあります。同じような感じで、オンロードだと少ないですけど、アクスルですね。このアクスルね。この子がパキッと折れてしまうことも最悪ありますんで、セレーションナットにはそういうちょっと注意点が必要です。その点でナイロンナットは、一応適度な力をかければ、ナイロンの抵抗で外れないんで、その点がナイロンナットの利点です。だから、なので、上級者の中でももちろんナイロンナットを定期的に新品に変えて使ってるという方も当然いらっしゃいますね。それは、経験の中で覚えてていただけるといいかなと思います。うん、嬉しいな、このアルミハブね、ついてるのね。はい、うわ、タイヤついた、できちゃった、できちゃった、できちゃった嬉しい、もうすぐ走りますな。あ、駆動軽いですな、ステアリングの動きもいいですな。じゃあね、一応ここまで来たということで、この後走行までの調整ですね、実際やっていきたいなと思います。いつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またツイッター、インスタ、フェイスブックもやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。